シア駅、または、スカルノハッタ国際空港駅は、インドネシア共和国番天州、タンゲラン市にある、スカルノハッタ空港鉄道の駅である。当駅は、スカルノハッタ国際空港の第一ターミナルと、第二ターミナルの間に位置する。スカイトレイン駅と直結した総合ビルの建物内に、あり、約3500人の利用客を収容することができる。ターミナルビルでは、乗客ロビー、 エスカレーター4機及び、リフト2機が横並びで配置されている。駅構内には、案内ブース、チケットカウンター、公共スペース、電子ゲート、待合室、売店、トイレ、祈祷室、鉄道管理室、スカイトレイン駅などの設備が備わっている。地上1階に出入り口、コンコース、改札口、プラットフォームがある。なお、改札制限を行っており、 駅ホームへの入場は列車到着後降車客が一通り改札口を出てからとなる。ホームは東端式ホームで2面あり、両方に全面のプラットホームスクリーンドアが備わっている。改札口を進むと左右に分かれており、列車は主に改札口から向かって左側のホームとなる3番線から発着している。乗車券は各列車とも 発車5分前に発売が締め切られるため注意が必要。運用は朝6時20分発からシニア23時20分発までで、毎時20分発、50分発で統一されている。当駅構内では重量編成の列車を6、編成留置できる。駅ビル東側の地上2階にあり、一面2線の島式ホームでフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。 レイルリンクからは、改札口を出た後直進して、エスカレーターないしエレベーターで2階のホームに、直接上がることになっている。なお、A 乗り場、B 乗り場ともに第1ターミナル行き、第2、第3ターミナル行きが発着するため、注意が必要。地上1階レイルリンク乗り場地上2階、スカイトレイン乗り場撮影はいずれも2019年10月。ありがとうございます。